知能機械工学科ではものづくりの知能化技術に必要な物理、数学、機械、電気電子、情報の知識や機械工学を基礎とした設計、制御、生産システムの知能化技術を学びます。自動車エンジンを分解する実習や自動走行する先進自動車の開発など、自動車の機能や構造、仕組み、運動性など自動車工学全般の知識を習得します。ロボットの歴史から力学、産業用ロボットの仕組みまで幅広く学びます。知能機械の制御システム技術を習得し、ロボット工学技術全般の知識を身につけます。生産性向上に必要なものを作る、動かす、マネジメントする技術を実験・実習を通して学びます。 3D モデリングを基本に、ものづくりの基礎から各種加工法、生産システム、シミュレーション技法を用いた高効率なものづくりに必要なスキルを身につけます。近年、自動ブレーキをはじめとした運転支援機能を備えた自動車の実用化が進んでいます。そこで重要な役割を果たすのが知能化技術。ロボット産業でも人とロボットが隣り合って作業できる安全性を確保した協調型ロボットなど、あらゆる分野で期待されています。また製造業の現場では、デジタルマニファクチャリングなど製造工程のデジタル化が進んでいます。例えば3D プリンターを活用することで、部品の試作品を繰り返し製作することが可能になり、製造に最適な設計や工程を追求、ものづくりの方法が変わってきています。未来を支える技術者を育成する授業の一部をご覧ください。知能機械工学の専門知識を学んでいきます。未来を支えるものづくりに知的に対応できる技術者の未来をここから。